夢が叶った姿を生き生きと思い描くこと、これがコンパスの役目を果たしてくれる。寝ている時以外ずっと雑念やらマイナス思考が頭を駆け巡っていて、自分自身と対話してしまいます。こういう場合はどういうふうに言い聞かせればいいでしょうか。アドバイスがありましたらお願いします。好きな曲を聴いて落ち着くとか、マーフィーの本を読むとか、自分がリラックスできることをすればいいよ。無理やり言い聞かせようとするとかえってイライラしてくるんじゃないか。やっぱりリラックスすることが大事ですよね。でも音楽を聴いたり本を読んでいても常に頭が考えるのをやめてくれないんです。例えば私は何も考えずに過ごしますとか言葉の中に否定が入ってるとダメなんですよね。神との対話ならず高尚な自分との対話をしたらどうかな。紙と鉛筆を使って今の悩みを疑問型で質問するんだ。驚くぐらいスラスラと返事が頭の中に浮かぶよ。その答えをまた紙に書いてそのことに対して質問するんだ。より深く。別に特別なことじゃない。誰でもある力なんだ。難しく考えることじゃない。騙されたと思ってやってみ。ありがとうございます。それもやってみますね。いい方向に向かうといいな。面白そうだから私も試してみたいんだけど、それってただ紙に書いて質問するだけでいいの？最中はどういう意識でいればいいの？そうだよ。疑問、迷ったこと、答えに対する感想でも誰かと会話するつもりで、深呼吸して心を落ち着けてから始めたらいい。やってみました。本当に驚くくらいにスラスラ答えと疑問が出てきて、最終的な答えが出てきました。今度はそれを潜在意識に働きかけていこうと思います。私は色白になるイメージングをしていたんですが、自己暗示や瞑想してるときは色白になった自分を想像して味わえるのですが、日常生活でふと自分の腕が目に入ると、ああやっぱり黒いなというマイナス意識が出てきてしまい、どうも中和してしまってたようです。私の場合、ないものをあるようにイメージするのはお金や物、出会いなど割とすんなりいくんですが、実際に日常的にあるものを変えるイメージをする場合はどうしてもマイナス意識がつきまとってしまうので、まず今目の前にある現実の捉え方そのものを変えるアプローチが必要なのかもしれない。そう思って自分はジグロだという認識がそもそも間違っている、むしろ私の視力はおかしいんだぐらいに思い込んで1週間、知り合いに化粧を変えた、なんか綺麗になったねなどと言われ始め、自分でも時々元から色白なのかもしれないと錯覚するくらい変化してきました。ある意味現実逃避かもですが、初めて潜在意識のコツというか、そんなものがつかめた気がします。元から色白ってすごいね。目に見える現実を無視するのって結構大変。自分も現実の不幸にとらわれそうになるけど、理想の姿のみに集中してアファメーションするようにしてる。そしてある朝ふと、あ、これ実現するなって確信に変わることがあるよ。とあるところで絶対に現実になるって心の底から信じていないと願いは叶わないって耳にした。でもさ、みんな 100% 信じれる。どうやったら願いは叶うって信じれるようになるんだろ。信じる信じないは棚上げにしてる。願いが叶ったら嬉しい。嬉しいというのはどういう状態だろうと心と対話してる。絶対に現実になると信じるというよりは、現実になったら嬉しいの嬉しさを味わってる感じ。何かうまく伝えられないや、嬉しさを味わってる状態だと信じる信じないなんてどうでもいいような気もするんだよね。嬉しさを味わうか。だったらできるかも。ありがとう。あたり一面砂漠の街。昔から体の弱かったおばさんはこの日、頼りない青年に代わりを頼むことにした。おばさんはここから北に行くと小さな町があるから、そこに荷物を届けに行ってくれと頼りない青年に頼んだ。来たってと聞く青年に、あっちだよ、ちゃんと届けるんだよ、そう言って何もないところを指さした。目標は北にある小さな町。頼りない青年はぼーっと見えない目標を眺めていた。青年は
あっちじゃわからないよ、とつぶやく。本当に頼りないね。ほら、この針が刺している方角に進めば町に着くよ。頼りない青年にコンパスを手渡した。これで安心して行ってこれるだろう。頼りない青年は仕事をこなして町に帰ってきた。ただいま、コンパスってすごいんだね。はじめは心配だったけど、帰る時には不安は消えてたよ、と喜ぶ青年に。おばさんは、ふふふ。お前は心にコンパスと同じものを持っているんだよ。何か夢があるかい？叶うことを信じて頑張れば、いつかきっとその夢は実現する。そして、夢が叶った姿を生き生きと思い描くこと。これがコンパスの役目を果たしてくれるのさ、と語った。この時、頼りない青年は、人助けをしたいという確固たる夢を持っていた。僕、医者になるよ。おばさんの病気も治してあげる。そう心に誓っていた。そして数年後、頼りない青年は、新米ながらも頼れる医者へと夢を実現したのだった。頼れる医者になって町に戻ってくると、おばさんはすでに天国に召されていた。オチは別としてこう考えたら信じられるようにならないかな。ほのぼのした。イメージングが大事だってことだな。私はたまにイメージングしたことを絵に描いてるよ。人に見せないから下手でもいい。私もイメージしてることは絵にしてる。自分ができそうな最大限の現実的なイメージングをね。そればっかイメージしてたら、その一回りいいことが昨日起こってびっくりした。2年ほど前、いろいろと家庭内のことで揉めてて、よくこのスレを見てました。どん底とも言えるような状況の中、新築の家を建て、そこで家族が仲良く暮らしている状況を強く思い描いていました。2年間本当に辛くて、どうやって生きてたのか思い出せないほどだけど、今久しぶりにふとこのスレに来てみて、思い描いていた状況そのまま叶っていることに気がつきました。可愛い家も建ったし、家族は仲良し、さらに妊娠も分かり、もっと賑やかになりそう。私の場合は毎晩アファメーションしながら頭の中で映像にし、最後に本当にありがとうございましたと心から感謝していました。本当に叶った今も時々この状況にしてくれた何かに対してお礼を言ってます。よかったですね、お幸せに。私もどうして私はだろう形式でアファやってみましたが、これは否定感情があまり出てこなくていい。本当にその気になってくる。断言や言い聞かせる形式より自分に合ってるみたい。しばらくこれでいきます。ちょうど欲しかった分だけ収入が増えた。イメージングや口癖を日課にしてるんですが、どうしても気になる点があります。マーフィーとかを読み実行してお金持ちになった人っているんでしょうか。斉藤一人とかでもそうなんだけど、彼の理論を後から実践した人の成功例って本当に聞かないんですよね。ですので、これは本当なのかなってつい疑ってしまいます。マーフィーの本に出てくる例も匿名ばっかりで現実感がないし、正直言って半信半疑の息を出ません。それでもとことん試してはいますが、このスレの中でも潜在意識活用でお金がこんなに融通きくようになりましたってのはあんまり見ませんよね。マーフィーじゃなくてもいいのですが、潜在意識の活用でお金持ちになったって人の体験談、できれば日本人はネットとかにあるんでしょうかね。どうなんでしょうか。お金のことだけど、いくらくらいの変化であなたは効果があったって思うんだろう。自分は収入が増えたけど、あなたからしたらそんなのは増えたうちに入らないというかもしれない。でも一応報告しておくね。年間で150万くらい増えたかな。貯金をしたことがなかったから、そろそろやろうと思って1年間に200万くらいやっていくイメージを持ったら収入が増えたんだ。一人暮らしだから収入が増えないと厳しかったんだけど、ちょうど欲しかった分だけ増えたかな。それで今度は自分はお金を結構持っているんだと思って行動するようにした。そのイメージ付けに効果があったのは、一流ホテルで過ごす時間を持ったこと。この方法は本に書いてあるよね。実践したんだ。そうしたら
またじわじわと上がってきている。まだ現金を受け取っていないけど、それとは別に500万くらい入ってくる予定がある。自分が握っていても何にもならないものが売れたということで、宝くじが当たったとか予想外の遺産が入ったとかいう類の全くの棚ぼたじゃないけど、自分から売ろうとしたわけじゃなく、先方から買いたいと言ってきたから、こちらとしては降って湧いたような感覚だよ。しかも同時に二方向から買い手の名乗りが上がって、とてもいい状態で話を進めることができたんだ。こんな例じゃダメかな。マジすごくね。感心しちゃった。ホテルで過ごすとかいうゴージャスムードに浸るのって本当に効果あるんだね。すげえ。一流ホテルで過ごす時点でお金持ちじゃないって、そこは多少頑張ったんですか？もちろんかなり頑張ることになるんだけどね。潜在意識の法則を信じていれば、出した分は必ず回収できるから、ドンと出すんだよ。出せない人は潜在意識を信じきれていないことになるから、自分の心も測れるよ。そういう自分もスイートには泊まれないよ。まだまだ怖くてできないから、効果も庶民的なレベルでしかないよね。潜在意識の法則でいけば、明日から億万長者でもいいわけだけど、それは自分は現実として受け止める度量がないから、自分の度量に合わせて少しずつレベルアップしていく方法をとっている。自分で限界を決めて遠回りしているようなものだけど、この方が無理なく信じられるから。私も少しずつお金持ちの自分と現実の自分を近づけていってます。特に私が気をつけていることは、人に熱くです。プレゼントとかお祝いとかケチらないようにしています。私の周りのお金持ちにそういう人が多いから、私も真似ています。最近になって潜在意識の効果が出るか自分もやってみようと思って、〇〇が私が他の男といるのを夢に見て私への気持ちに気づいてくれました。戻ってきてくれたのです。ありがとうございます。って眠る前に何度も口ずさんで想像してました。そしたら今日彼がメールしてきて、誰か他の男と会ったりしてるの。君は僕にとって特別な存在なんだ。また会ってほしいって言われたんです。それをしたのが昨晩なので、効果がすぐに現れたような気がします。夢に見たんだろうか。すごい。ちなみに復縁したい元彼で別れてから、友達以上恋人未満の関係が続いてたんだけど、最近になって彼の方から絶縁宣言されて受け入れて、連絡も途絶えた矢先のことです。意識の力ってあるのかもしれない。俺は偶然なんてなく、全部必然だと思ってる。小さなことも大きなことも、俺が願ったり皆が願った結果現実になっているんだ。偶然でも必然でも別にいいけど、俺は必然だと思った方がポジティブライフを送れる。アファメーションなどがうまくいかず悩んでいたんですが、最近逆説的な方法を思いついたのですが、良さげかどうか判断してください。減量に潜在意識を活用しようと思っています。それで今までは、私は痩せる、痩せていってる、どんどんとか言っていました。でも今度から、今まで太っていたことについて悩んでたのと同じように、すでに痩せてる状態、痩せてしまったこと、油断するとさらに痩せてしまうというふうに深刻に悩んでみようと思うのです。自分の思った通りになってしまうのが潜在意識の力。悩むことが悩みの種を呼ぶ。それならそこを利用して、目いっぱい痩せてる自分について悩むという方法で減量につなげようと考えました。私も減量に挑戦中です。仕事も恋愛もお金も潜在意識は効いたから、今まで何をやっても痩せなかった私もいけるんじゃないかと思って、私はどんどん痩せていっているを試し中。毎日鏡に体を映して、昨日より痩せている、いいぞとつぶやきます。体内の余分なものはどんどん排出されているとも言います。まだ4日目だけど1キロ落ちました。しっかり食事はとっています。デザートも。自分の場合は食べ物の好みも変わっていくっていうのもやってます。あ、健康的な和食が好きになりすぎて困る。腹7分目ぐらいが心地よすぎるよ。どうしようって感じで。健康的な和食が食べたいよ。甘いものなんて大嫌い、気持ち悪いって感じで思ってたら良さそう。
寝る前に禁煙しようかなって思いながら寝たら、タバコの葉っぱを口にいっぱい入れて口もぐもぐして、当然気持ち悪くて泣いた夢見た。夢で体に悪い味がするって言ってました。私タバコ吸う気なくした。恐るべし潜在意識。長年悩んでいた身体的なことが解決されそうです。詳しく書けないけど、絶対に無理か何十年も先と思ってたことなので、すごく嬉しいです。強く思いすぎるとダメというのは、長続きしないからじゃないのかな。情熱より継続の方が重要と何度か望みが叶った私は思います。最近アップルパイ食べたいなと思って、ケーキ屋でアップルパイ買うとこ思い浮かべてたら、その翌日と翌々日とそれぞれ別の人から続けてアップルパイをもらってびっくりした。そういうレベルだと割とすぐ叶うんだけど、札束の山ずっとイメージしてるのにまだ来ないよ。俺もなぜか食べ物のことだと実現率が非常に高い。なんとなくこれ食べたいなって漠然とイメージしてる程度でも、数時間後か翌日に人からもらったりなどして自分の手元にそれがやってくる。多分これが食べたい、あれが食べたい程度だと、そんなに気張らず気軽にイメージできるから実現するんだろうな。この感覚で本命の願望に臨めばそれも叶うだろう。楽しんでイメージすること、不安な気持ちはゼロ。もうすでにそうなっている。これで私は頭でイメージしていた通りの理想の恋人をゲットしましたよ。会った瞬間はビビりましたけどね。わら。この3つさえ頭に入れておけば、ここにいる皆さんの願望も絶対実現しますよ。おめでとう。もしよければどれくらいの期間で実現したか教えてもらえませんか？毎日、寝る前に限らず昼間とかも、イメージして3週間で出会い付き合うことができましたよ。本にも書いてあると思いますが、毎日イメージすれば潜在意識にインプットされて、これは現実なんだなと潜在意識は思い込み実現します。ちなみに私は恋人と2人でいるところ、場所や動作、会話の内容など同じ場面を何度もイメージしましたよ。叶えたい願望を鮮明に何度もイメージするのがコツじゃないでしょうか。あなたの願望も必ず叶えられるので、その日を楽しみに待っててください。イメトレって難しいと思うのですが、すぐにできましたか？コツがあれば教えていただけませんか？最初は小さなことをイメージして、それが叶った練習を何度もしていました。信号が全部青、食べたいものなど。小さなことならすぐ叶ってしまうので、自然と自信がつき、最大の願望である恋人ネタを叶えたいと思い、毎日頭に思い描いていました。コツは上記にも書きましたが、やっぱり毎日同じイメージを繰り返すことでしょうか。ただ恋人が欲しいではなく、恋人としたいこと、行きたい場所などを鮮明に細かく描くこと。あと、いつ出会うかわからないけど必ず出会う日が来るから、それまで楽しみに待ってよと気楽にワクワクしながら毎日を過ごしていて、イメージをしている途中で出会いました。顔も性格も私がイメージしていた通りでした。イメージするときに理想の彼も私を探していると唱えていたのですが、後日彼に私みたいな子と付き合いたいと思ってたんだよねと言われました。夢を叶えるために日々いい言葉を唱えたり、このスレ見て勉強してたら、まず仲の良かった人と疎遠になったよ。他にも書いてた人がいたけど、友達の漏らす不平不満がいつの間にか耳障りになってる自分がいて、そういう人を自分から集めてたことにも気がついた。ネガティブな人といても毒になるだけだと思って、あまり近づかないようにしてる。夢を叶えるにはまず人間関係から直していって、だんだんいい方に進んでいくんだなぁと実感してます。ああわかる。その友達のことは嫌いじゃないし、今まで通り好きだけど、よく疲れた、眠いを連呼してるのがだんだん耳障りになってきてる。頭をよぎったことをその瞬間テレビでも発言した。掲示板に書き込もうとしたその瞬間テレビからそれが聞こえてきた。学校で食べたいなと思ってたものが、家に帰ったら親がめったに買わないその食品を買ってきていた。そういうことがよく起こる。典型的なシンクロだと思う。
過去すれでもこういう話はよく上がってたよね。おお、まさにそういうの最近いっぱい。潜在意識をやり始めて3週間、昨日復縁したい彼から急にメールが来ました。大した内容のメールじゃなかったんですが、今度食事に行くことになり、潜在意識の効果に驚いてます。潜在意識にお礼を言いながら、しばらくまた頑張ってみようと思います。私の中では結構執着がなくなってきた頃にメールが来たので、執着をなくすことが大事なのかもしれませんね。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。